はい、皆さんこんにちは。土曜日の動画に視聴者のミョンネットさんという方からですね、マックって新製品少しでも安く買う方法ってあるんですかねっていう質問いただいてきまして、で実はね、9月に iPhone 16 Pro を購入するのにちょっとそれを模索して買ったのがあるんでね、でまあ10月中旬以降にまあ大体結果が出たという感じなんで、今日はねその方法どんなだったかをちょっとね共有したいと思います。はい、ということで先日9月に iPhone 16 Pro を注文した時にですね、私は少しでも安くね、お得に買えないかななんていうのを、まあ、実際に試してみたというねところでね、でまあその方法はね、こちらのね楽天なんですよね。楽天でこのね Apple ギフトカード認定店っていうのがありまして、でここで購入すると楽天ポイントが還元されたりするんでね、まあこのようにね、まあ、指定の金額から最大1回5万円まで注文できるということでね、まあ、これを使って iPhone 16 Pro の分をこうねチャージして購入に当たったわけですよね。で楽天ポイントはね、個人的には一番好きなポイントサービスで、最初は分かりにくくてねハードル高い感じもするんですけど、まあ、ただねどっぷり使えると他のポイントに比べて楽天ペイの支払いにも当てられるんでね、使える店が結構多いんですよね。で自分でポイントから使うって設定をして楽天ペイで払うと、お店の人にもポイント使ってることがバレにくいという良さもあったりとかしますし、あとは通常のポイントはねスイカに透過チャージが可能なんで、まあ、の期間限定はできないようですけども、通常ポイントからスイカに入れればさらに用途が広がっていくという感じです。で楽天のアップルギフトカード認定店については、まあ、こんな感じですね、まあ、金額自分で入れて最大1回5万円までできるということで、でこれ入力完了してこのようにカートに入れると獲得予定ポイントなんか出てきて、私の場合本日現在だと3132ポイントが5万円のギフトカードに対してつくという感じで、で私の場合にはこの楽天モバイルに入っているんでプラス4倍、 4% つくっていうのが大きかったり、あとはまあ楽天カード入ってるんで通常分と楽天カードで楽天で買うとさらに500ポイントっていうのがあって、まあそのあたりが大きくて合計3132ポイントになるという感じ、まあ、通常だと 1% の500ポイントなんですけどね。ただ初めて使う方には注意点がありまして、この購入金額に制限があるってことでですね、初めて楽天でアップルギフトカードを買った方は45日間は最大1万円までなんですよね、1回に。で2回目以降も45日間の間はですね、合計5000円までってことで、まあ、ちょっと制限がかかっています。ただ46日以降は1万円以上も購入可能になって、で先ほど説明した通り5万円まで入力もできるんですけど、ただ上限についてはユーザーによって違うみたいで開示はされてないんですよね。でリセットは通常10日前後で行われるそうですけども、なんか1日の制限もあるみたいで、私の場合5万円以上を何枚も1日で買おうとしたら買えなかったっていうのがねありましたかね。でまあ私の場合には楽天モバイルとかありますから、このね、本日現在だと3132ポイントつくっていうことなんですけど、この楽天モバイルのプラス4倍、 4% ってやつはですね、まあ、これがね上限が2000ポイントなんですよね、月間で。だからねすでに今月買ったものがあるので上限の2000ポイントつかないようになっちゃってますよね。まあ、加えて今現在ね10月17日からお買い物マラソンっていうね買い回りの倍率っていうのがありますんで、2件3件とね買い物をするとこのねポイントが増えていくっていうのもありますよね。あとは楽天カードで払う場合には毎月5と0のつく日の場合にはですねプラス 1% 増えたりするという特典もあったりします。そして Apple アカウントチャージについては以前から紹介していますけど、例えばセブンイレブンの店頭のレジでアカウントチャージをすると 10% 分の還元のキャンペーンとかね期間限定だったり、あとはまあコンビニでの Apple ギフトカード購入で最近だと 5% ついたりするというキャンペーンがあったりするんで、そのあたり狙うのもいいかもしれません。まあ、ただこのセブンイレブンのなんかはこれ5000円の還元っていうのが最大金額ですから、つまり 10% で5000円ってことはですね5万円分までしかお得にはチャージできないっていうのはありますからね、 iPhone 全部分がチャージできるわけではないわけです。
まあ、てなわけでね、 iPhone 16 Pro の発表前から私は Apple ギフトカードを仕込んだんですけども、ちょうど9月3日から11がこのポイントアップの、ね、買い回りキャンペーン楽天でやっていたんで、まあ、そのあたりも一つのきっかけとはなっていましたけどね。でこのように例えばね、一つ目は9月5日に5万円分を、ね、これ購入したわけですけどね、楽天の認定店で。でこれがね、3500ポイント獲得予定って出てたんですよね。で2回目は同じ9月5日同日ですが、これはねなんか1500ポイント獲得予定なんて書いていましたけど、これはねなぜ落差があるかというと、例の楽天モバイルの特典とカードの特典っていうのがですね、もう上限に達しちゃってたからみたいですけどね。でまあその先ですね、ショップ買い回りを適用させるためにちょうどね、アディダスでパーカーを買ったんですよね。でここではねこの1059ポイントとかってなっていますけど、これがなんかどうもその計算としては前のねギフトカードの分も含まれたポイントのようですよね。ショップ買い回りこれ 1% アップしたことになってると思うんですけどね。でその後は9月8日に5万円をまたねアップルギフトカード買ったんですけど、この時は2000ポイント獲得予定なんて書いていましたね。でその後発表会アップルがね、行いまして、 iPhone 16 Pro で購入しようと思っていたものが17万4800円でしたから、購入済みの15万円分では足らないので、追加で2万4800円を購入、ここでは992ポイント獲得予定となっていましたね。でちなみに楽天のアップルギフトカード認定店で購入するとこういうのが登録メールアドに来ますんでね、コードをコピペしてアップルアカウントの残高にチャージをすればいいという流れ。まあ、このように iPhone なんかの設定アプリの方から自分のアカウントのところをタップして、で3つ目のお支払いと配送先っていうのを押します。でその先出てくるところで Apple アカウントというのがありますからね。でこれをさらにタップして、そしてここでコードを使うというのに、まあ、入力をすればいいというねことなんですね。ここにコードの方をコピペすればいいという感じで、他にはこれは Apple Store アプリですけども、ご注文手続きのところにギフトカードを追加っていうのがありますから、ここにコードを入力する方法もあります。でチャージした残高の方を使う場合にはここをタップして、この適用したい金額を入れて適用ボタンを押しますと、そうすると支払いのところでですね、適用されたという旨が表示されます。まあ、iPhone の場合には争奪戦が激しいので事前にチャージしておいた方がいいと思います。まあ、それで楽天ポイントの還元は結果どのぐらいだったんでしょうか。購入時の獲得予定ポイントから計算すると、1枚目が3500ポイントで 7%、 2回目は1500ポイントで 3% ですね。これはショップ買い回りなしの場合で、3回目以降はショップ買い回りありの場合になっていたんで、まあ、2000ポイントと、あとは端数が992ポイントということで合計7992ポイントだったんで、まあ、4.57% 分ぐらいお得なのかなという計算になってたんですよね。まあ、iPhone 買うのにね7900円分ねお得になるっていうのは、まあ結構ねいいなという感じはしますよね。新製品ですからね。まあ、それでね10月中旬に入りまして、ポイント実績も出てきたんで、そこから抜粋してチェックをすると、まあ大体ね合計がその期間で9757ポイントだったんですよね。ただ楽天カード分は他の支払い分も入ってるんで、実際はまあ 1% 分だと1748だったり、あと買い回り分の 1% アップも1748ポイントとかなんで、まあそれを加味すると、まあ大体9244ポイントぐらいだったのかなというところで、まあこれだと 5% ちょっとという感じなんですけどね。まあただまあこれ以外にも他の買い物分で差引き切れてないものもあるかなと思うんで、まあ購入時に出ていた7992ポイント以上にはなってる模様という感じで、まあ、このあたりの分かりにくさがちょっと楽天のいまいちな部分なんですけども、まあ、一応獲得予定から見ると嘘はついてないなという確認はできております。はい、そして巻き戻して9月13日ですかね、実際 iPhone 16 Pro の注文に使ったんですけども、でこのようにですね、まあ、争奪戦のこれ21時の模様ですけども、まずは iPhone 16 Pro、 これは予約の準備っていうのをしていたものですけどね、まあ、あっという間に注文手続きの方に入れたわけですけどね。でここではね Apple アカウント残高払いにしたので、ね、特にね3桁のセキュリティコードとかいらないですから、注文の確認っていうのを入れたのも一気にね
まあこれね、ありがとうございましたになったわけですよね。で、合わせてね、もう1台 iPhone16 の方も注文したんですけど、こっちはクレジットカード払いにしたんですよね。まあ、ところがなんかね、クレカ払いの場合にはちょっと滞りがあって、なんだかね、届け先の住所が完結してないとか、なんとかそんなようなね、記憶があるんですけど、まあ、そのあたりを入れ直しされて、注文のね、確定っていうのをまあやったわけですけども、まあ、こういう意味ではね、ちょっとクレカ払いのが時間がかかったような感じがしましたけども、まあ、ただ2台ともまあ21時2分ぐらいまでに注文が完了したわけですね。まあ、ところがね、ちょっと不安になる出来事が実は起こっていまして、このようにですね、iPhone 16 Pro の方は9月13日の21時に注文が完了し、そして iPhone 16 の方は21時2分に注文が完了してたわけですよね。で、このクレジットカード払い分の iPhone 16については、もうそのね、20数分後の21時28分にご注文ありがとうメールっていうのが来ていて、決済もまあ確保できたという感じ。ところがね、その後 Apple アカウント残高の方の iPhone 16 Pro は注文ありがとうメールが来ない上にですね、9月15日の11時7分には iPhone 16 だけ出荷準備中に入っちゃったんですよね。で、結局ね、注文ありがとうメールが来たのが9月16日の7時28分ってことで、これだけちょっとね、決済の確認に時間がかかるなんてことで、まあ一応ね、発売日の前日の9月19日には発送準備になってですね、まあ9月12日到着して開封までやれたわけですけどもね、ただやっぱりね、途中非常にね、ハラハラして、もしかしたら9月20日に来ないかもしれないなんていう気持ちにはなりましたよね。まあ、それで同じ Apple アカウント残高での購入というのを、この iPhone のね、純正シリコンケースでもやってたんですけど、これもね、後から確認したら9月10日発表会の直後に注文をしているんですよね。8時58分。ところがね、これもやっぱりね、注文ありがとうメールっていうのは、もうね、夜の21時7分まで来てなかったんでね、やっぱりこれでもね、時間がかかっていたというのは確認できまして、で、結局ね、どうもね、このアップルアカウント残高の場合には、決済の確定に時間がかかるみたいでですね、まあ、注文確定時には、クレカみたいにセキュリティコード3桁入力とかないから早いんですけど、ただ残高からの決済確認をどうも一件一件やってるっぽくて、注文ありがとうメールまでは時間がかかるんで、まあ、つまりね、注文が立て込んでいるときは要注意という感じで、もしかしたら通常時でも当日出荷15時に間に合わないこともあるかもしれないんで、ご注意くださいませ。ただね、心配になって途中 Apple Store のサポートに電話で聞いたんですけどね、なんか確保はできているので、あとはこの Apple アカウント残高の決済だけですみたいな回答があったんでね、まあ日数がある時にはこういう今回みたいに問題がない可能性はあるんですけども、ハラハラはするみたいですね。はい、それでご質問が Mac ってことだったんでね、 Mac の場合には量販店っていう選択肢もあると思います。例えばビッグカメラなんかだと、このね、 Mac はね、 5% のポイント還元で売られたりしているんで、で、量販店はね、 Mac の新製品って発売日に在庫あることも多いんでね、 iPhone はないことのが多いですけど、 Mac の場合は支払い条件によってはですね、ポイントが2から 5% つくことがあって、まあ、US キーボードとかカスタマイズをしない場合にはですね、家電量販店で買っても Apple Store でも同じ製品ですからね、まあそれが発売日から還元込みでお得に買えたりするっていうのはあります。ただ注意点としては、14日以内の開封後も返品できるっていう制度は Apple Store でしかないですからね、まあそれは量販店で買うとできないので、メモリーとかストレージとかで迷ってる方は後悔する可能性もあるんで、ご注意くださいませ。はい、ということで、今日は楽天市場で Apple ギフトカードを買って、それを使ってポイント還元を受けながら iPhone の新機種を買ったという話を共有しましたけどね、まあおおむねね、まあ 5% ぐらいお得だったんで満足な結果ですけども、まあ、途中ですね、 Apple Store での決済がちょっと時間がかかるというデメリットはあるんで、まあそのあたりはね、注意しながら使ってみてくださいませ。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。